こんにちは、こんばんは、ヒロです。今日はいきなりね、ギターの、ガッっていうところから始まりましたけども、今日はですね、たくさん質問があったことについて、ちょっとね、やってみようと思って動画を撮っております。何かと言いますと、アドリブですよね。アドリブの回で、2回ぐらい多分過去にお話ししたことがあって、頭に浮かんだフレーズがどうのこうのっていうことを言ったと思うんですけど、いや、それよりも、フレーズを教えてくださいっていうかですね、そういう声が結構多かったので、じゃあ私がよくやるアドリブというかね、それのポジションを教えようと僭越ながらお教えしようかと、シェアしようかと思って、今日は動画を回しております。先ほどのフレーズはまさにですね、私がいつも適当に弾いているポジションを使ったフレーズです。ですので、フレーズそのものを何か覚えてるわけじゃなくて、ただ指のポジションだけを知ってて、あれをまあ行ったり来たり好きなように弾いてるっていうだけなんですね。で、それだけでもまあ一応それっぽい感じのこうアドリブフレーズができるので、今日はそこをねお教えしたいと思います。ギターを用意して一緒にやってみてください。いきますよ。それでは早速やっていきますけど、シンプルにですね、実はポジションって3つしかない。これじゃないや。ポジション3つしかないんです。いいですか？シンプルにいきますと、ちょっとギターの音出しながらいきますね。後ろにアンプがあるのでね。いきますと、ポジションは3つです。何かと言いますと、まずこれですね。この12、13、14、15。ここからいきますと、12フレットの12、14、15を使って、この組み合わせですね。この組み合わせ。これが一つのパターンです。それから3弦、4弦に関しては、11、12、14フレットを使って、次は、どうしてもこうなっちゃうな。こうですね。違う。どうだ。こうですね。こういう、この組み合わせですね。これいきますよ。11、12、14。はい。で、次は、10、12、14。で、こういうフレーズですね。こういうフレーズね。10、12、14。これの組み合わせだけです。上から順番に降りてきますと、これだけなんです。で、ちょっとおまけ的にね、これだけだとつまらないので、ここの音、これミソになってるんですけど、この音、こっちも一緒ですね。この音を入れるとちょっとね、人間の耳に引っかかるんですけど、一緒ですね。そして最後の下から上がっていくフレーズ、これも一緒です。どうですか？パターン3つだけでしょ。6弦4、ちょっと音消しましょうか。
6弦5弦に関しては1個飛びのフレーズ357357で、次は、4弦3弦に関しては457457で、次2弦1弦に関しては578578なんですよ。これね、これよ、このパターンは覚えておいた方がいいパターンなんですけど、ここからね、これね、1個ずれるんですよ。なぜかというと、ここ3弦と2弦の間っていうのは、これチューニングが5度じゃなくて4度ですよね。ちょっと1個ずれてますよね。なのでここは一つずれなきゃいけないんですね。こういう風に弾いただけです。それっぽく聞こえるでしょ。これポジションをしっかり覚えてください。実はこのポジショニングを使ってるソロっていうのはものすごく多いんです。っていうのが基本はペンタトニックなんですね。なんだかんだ言いながらペンタトニックっていうのはメジャーにもマイナーにも使える、まあ超便利なフレーズなんですね。なぜかというと3弦目、音がメジャーかマイナーかっていうのを決める3弦目が、使ってないんですね。飛んでんですよね、ペンタトニックっていうのは、じゃないですか。これ基本はやっぱりここなんですよ。まあただちょっとね、ずれ、私は横にずれる方を取りますけど、基本はこのフレーズの形をしながら間の音を埋めていくっていうのがやり方です。ですのでどうですかね、こうやって考えると意外と簡単でしょ。基本は一つの弦に音を3つやっぱり取るってことです。こんな感じでやってみたらどうでしょうかね。これでもう完璧にねできますからね。はい、まあ、あとはね気持ちの赴くままに弾きまくればいいです。でポイントはやっぱりね、この2弦の15フレット、このここからいくパターンですね、ここですけど、やっぱりここのねチョーキングを上手に適当に入れてやるっていうのがポイントじゃないでしょうかね。でしょうか。これがまあ一つのアドリブでよく使う場所、私がねよく使う場所です。この辺をですね、まあ覚えていただいて、あとは派生していろいろ広げていけば、またね自分なりの新しいフレーズっていうか自分なりの手癖ができていくと思うので、まあもしですねこういった決めフレーズをお持ちでない場合は、じゃあとりあえず私の今日言ったこのパターンを覚えていただいて、でやっていくうちに、で少しずつ音を余計にちょっと動かしてみたり広げてみたり、いろんなことをやって自分なりの手癖というのを増やしていっていけたらいいと思います。それが結局はアドリブにつながりますからね、音がどこにあるかっていうのが分かっていきますからね。何かの参考になれば嬉しく思います。最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ぜひですねチャンネル登録とグッドボタンね、よろしくお願いします。ヒロでした。